失敗を恐れないで。失敗を重ねることも学びの大事なプロセスだから。よっ。めくれまし。よっ。ほっぺつん。うん。お。うん。お。お。
そぎにしてあげる。ついっ。よっ。岩山八九。めくれまし。天道万象。剣女万弱。一応目を覆えば。よっ。乾いた紙の間に葉っぱを挟んで押すと、使いやすくて素敵なしおりが出来上がるんだよ。追加料金が必要です。考えとく。ほっ、ええ、ずん、ついてきて。失敗を恐れないで。失敗を重ねることも学びの大事なプロセスだから。
乾いた紙の間に葉っぱを挟んで押すと、使いやすくて素敵なしおりが出来上がるんだよ。怖いか？それとも恐怖を抱く勇気すらないか？宝物となるがいい。この燃え上がる炎で少しはまともになってきた。騒ぐ。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。じっとしてたの。目くらまし。煉獄の投影に過ぎない。義の計算をここに使うのよ。君のもがく様を見せ。私と打ち合う気いいだろう。私に挑む資格を認めてやる。君のもがく様を見せてくれ。天道、ここにある炎で。難攻不破。いや、
国に高き者を私は下げず。水の味は実に幽怨な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。星と深夜無事今日の依頼ユジーヌはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。海の地上作用ばかりに頼っていてはいけない。
一応目を覆えば。起立先陣めくれます。よっ、えい、はい、よっ、岩山八九、一応目を覆える。ついてきて。ここにあり。頬目を垂れろ。相手を間違えた。見えないだろ。根こそぎにしてあげる。剣女万丈。静粛に。
手を間違えたな。騒ぐな。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。メルジーヌはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。
難攻不落。褒美を垂れろ。怖いか？難攻不落。
恐怖を抱く勇気すらないか。私と打ち合う気か。見えないだろ。音が聞こえる。岩山八九、褒美を垂れろ。私と打ち合う気か。少しはまともになってきた。私は下げず。闇来たる破滅の時なり。カウントダウン開始だ。見せてちょうだい。力を抜いてリラックスするのよ。静粛に。私と打ち合う。難攻不来い。君のもがく様を見せてくれ。いいだろう。私に挑む資格を認めてやる。騒ぐな。これはあらゆる善意を焼き尽くした刃。さあ見届けるといい。静粛に。天理チョーク。剣女万弱。いや。たかし、私は下げず。そこ。ネクロマシ。落日は全ての始まりにする。難攻不落。Thank you.
るよ。神戸を垂れろ。海、私は帰ってきた。騒ぐな、いい男子だ。岩山八九。私は帰ってきた。そうか、難攻不落。神戸を垂れろ。天道万象。岩山八騒ぐな。じっとしててね。すた。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を
誇りに思っているのだ。メルジーヌはフォンテーヌが誇る器。生命体だ。彼女らとは良い。断罪の目を。
出動だ。見せよ、オーズ。熱々でしょ。出動だ。動くな。法の裁きを受けてこい。私を甘く見ないで。
これが結末か。どうか私の誠意を感じてくれ。事前の対策はやめていただこう。宴もいよいよ幕引きだ。やっちゃった。犯罪の名において私の番なのね。準備はいつでも整ってる。事前の対策はやめていただこう。
時間だよ。待っていた。事前の解析はやめていただこう。準備はいつでも整ってる。これが結末か。しばしな。
今日は私が案内してあげる。気をつけなさい。ターゲットロックアップ。待っていた。またか。お嬢様、事前の退席はやめていただこう。熱々でしょ。やっちゃった。最後はやはりローズクラッカー。スピナディロースラ特注版よ。我が宿。出動だ。最後の警告だ。動くな。
これは必要な武力だ。正義はどこに。事前の解説はやめていただこう。宴もいよいよ幕引きだ。
準備はいつでも整ってる。最後の警告だ。逃げ場はないぞ。事前の解析はやめていただこう。事前の解析はやめていただこう。極寒降臨。宴のいよいよ幕引きだ。温度が高い。最後はやはり投降しろ。強火で焼くぞ。武器を捨てろ。これは必要な武力だ。観念する。
逃げられなかった。武器を捨てろ。強火で焼くぞ。これが結末か。準備はいつでも整ってる。動くな。逃げ場はないぞ。投降しろ。逃げられないよ。待っていた。宴はまだ終わっていない。これでも食らえ。事前の退席はやめていただこう。
温度が高い。観念する。私の番なのね。待っていた。しばしまで。取り立てできなかったか。出動だ。動くな。翼よ。待っていた。天なる雷光。事前の対策はやめていただこう。事前の解析はやめていただこう。準備はいつでも整ってる。怪我してしまった。
最後の警告だ。未来の運命は腕に定まっている。出動だ。動くな。雷閃。事前の解析はやめていただこう。宴はまだ終わっていない。一片の悔いなし。岩元素なんだけどね。
堂々不意打ち。最後の警告だ。投降しろ。未来の運命は腕に定まっている。影を狙い。
気晴らしになるな。
お荷物の配送ですか？楽しい旅になるといいね。いざ参ろう。共に少し水辺を。道に変わった植物が生えてなかったか？あ、ほら、あそこにもあるぞ。あの2匹のカエルも折り紙でできてるみたいだ。もう、勘弁してくれよ、セーンブルン、ま、いやいや、クラッカー、忘れてないって。おい、いい加減にしろよ。声が綺麗だから。それは覚えてるよ。そうだ、泉に滴る朝露みたいに綺麗な声さ。覚えてるんなら頑張って飛べ。最悪魔線を使ったっていい。笑ったりしねえよ。それくらい覚えてるよ、クラッカー。君の名前の由来は暴れん坊だったな。おい、見たか？オイラの幻覚じゃないよな。ますます状況がわからなくなってきたぞ。とりあえず追いかけてみようぜ。あの2匹の、髪。もし、お二人はあちらの予言の崖からいらしたのですかな？うわぁ！ふとちょネズミが喋った！なんですと？誰がふとちょネズミですか？
私はアーモンド、この祝福の森の長老です。なあ、オイラの方をつねってみてくれ。まだ来て。なんと、私がつねってさ。いや、大丈夫だぞ。ここがオイラたちの知ってる世界じゃないのは確かだ。異世界の勇者とその仲間がこの世界に再び平和をもたらすだろう。おっと、私の壊れかけのアーモンド頭ときたら、私の髪はもう。ゆっくりで大丈夫だぞ。どこから話せばよいのやら。おお、そうそう、森の中のパルプに込められた物語では、こう、昔々3人の女神がこのシムラン、魔法と物質を司る創世の女神が、その後星と奇跡を司る予言の女神が現れて、星空を操り世界を動かした。その彫像は今なおオルビット上の頂。最後に物語と願望を司る運命の女神が。それはもちろん、シムラン家の新たな住民は皆森で創世の女神の創造に感謝。そして最後に、世界の果てで運命の女神に自らの願望を打ち明けていたのです。え、先日までって。そうだ、それってお前の待ってる勇者と関係あるのか。ええ、多くを忘れてしまいましたが、あやつは不吉な黒い霧をまとって天から降り立ち。怖すぎるぞ。恐ろしいのはそればかりではありません。お、酒場の閉店ってそんなに大きな事件か。モンドだったらありえるかもしれないけど。ほう、創世の女神よ。それは森に大雨が降るよりも恐ろしいことです。髪は濡れても干せますし、倒れた木も起こせます。しかし、インク酒場が提供しているのは、森の住民が命をつなぐための麻酔なのです。我々の生命維持に欠かせぬ魔法のポーション。それが体がシワシワになり乾いて裂け。ってことは、もしかしてお前も。ええ、私も随分色褪せました。じゃあ急がないとじゃないか。ほう、勇敢な精霊とその仲間よ。いえ、もしやあなた方が。わ、それはオイラたちに聞かれてもな。この杏仁の脳には難しい問題ですな。もしよろしければ、私と共に祝福の小屋に来てくださいませんか。森の妖精。はい、予言では。おお、なんだか頼りになりそうだな。あれ、あそこの芝生なんか変だな。インク酒場が色褪せてああなってしまったのです。ここです。少々お待ちを。今、あ、旅人パイモン。あれ、その声は。よかった、二人に会えて本当に嬉しいよ。あ、ごめん。森の妖精ってミーローだったのか。それにその格好。ありがとう。実はまだちょっと変な感じがするんだけどね。グランドバザールで本を読んでたらいつの間にか眠っちゃってて、夢の中で
誰かにこう言われたの。最初はこの世界のこともただの夢かなって思ってたけど。オイラたちもだぞ。ごめんね、さっき会った時思わずテンションが上がっちゃって。気にすんなって、気持ちはわかるぞ。ほう、これぞまさに運命の女神のおみ…アーモンド長老、二人を連れてきてくれて本当…ええ私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ、今日は実に…さすがニーロ、もう森の住民たちと仲良くなったんだな。うん、昨日ここに来てアーモンド長老からこの世界の現状を聞いたの。なるほどな。残念ながらこの世界の魔法小屋にある本からして、ここは女神は本のページで動物を作って。本に魔法の使い方は書いてなかったのか。ざっと全部読んでみたけど、アブラカダブラとは我が言葉通りに想像せよという。アブラなだ。他の本も読んだけど。でこれからどうするんだ。うん、森の住民たちが酒場の再開に向けて準備してるみたいだから。そうだな。正直私もちょっと緊張し、でも衣装に着替えたからにはステージでそうやって踊ってたら自分だけの。すごく前向きなんだな。うん、じゃあ行こっか。ついてこいなんて言ってないよ、遅い。あれあれ、妖精さんじゃないか。こんにちは。昨日みんながここでインク酒場の配管工事をしてるって聞いたから。この程度のことで妖精。本当か。これはその仲間に大雑把なやつがいるんです。いやいや、俺はパイプを入念にチェックしようと思ったんだよ。麻酔戻し方を忘れちまったんだろ。もうほらほら、喧嘩しないで。一刻も早く、だったら私たちにも手伝。うんうん、せっかく来たんだし、オイラたち。ありがとうございます。麻酔が結構神経を使う作業なんですよ。お前が言うな。されてるんだな。退職症を患った住民たちは、お
皆さんの話にはついていけませんが、妖精さん、どうかそんなか…なんだ？今の話がわからなかったのか。妖精さんは女神が俺たちに命を授けてくださったって話をしてるんだ。え？本当？お前、僕と同い年だろ？昔一緒に運命の女神像に…正確にはうちのじいちゃんが。じいちゃんの話では、ある日仕事が終わった後、小屋の窓から女神は俺たちの体を作るための髪を捧げ持って、そ自分が見てきたかのように言うなよな。へえ、女神の魔法ってもっとこうバチバチバチって。え、皆さんの世界では新しい命はバチバチ？いや、そうでもないけどさ。魔法だからって絶対に。お前が大ボラ吹くから妖精さんまで混乱させちゃっただろ。ううん、そんなことないよ。むしろ光栄です。旅人パイモン、急いで次の場所に向かおう。ふん、ゴミか。遅い。天へと前。やっ、ついてこいなんて言ってないよ。シェンブルン、またリズムを間違えたな。本当にごめん。練習の邪魔をしてごめんなさい。さっき道端で見かけた髪のカエルじゃないか。ん？妖精さんじゃないか。シェーンブルン、いい声を聞かせて差し上げろよ。でも僕、そんなにかしこまらないで。リハーサル中だったの？はい、ご覧の通り。あれ、酒場が閉まってしばらくは失業してました。気持ちはよくわかるよ。グランドバザール、そこの人たちもハスの…そう、しかもすごく大きなハスの葉なんだよ。へえ、きっと俺と同じようにハスの葉のお客さんたちのご期待に沿うようにって。シェンブルンさん、私たちにできることはあるかな。 いえ、これは僕自身の問題なので。酒場の休業中、急に歌い方を忘れてしまったみたいで、みんなのリズムにはついていけないし、音程も外してばっかり。お前はうちのメインボーカルなんだぞ。一番の美声の持ち主だったってのに。わかってるよ。でももしかしたらそれも退職のせいかもな。シェンブルーさん、元気出して。私が大事…みんな笑顔で大丈夫だよって励ましながら。そうそう、ただの歌だろ。旅人はすっごくリズム感がいいから、リズムを取ってやれるぜ。お、そりゃいい。よし、お前は歌詞を歌うことに専念しろ。リズムの方は妖精さんのお仲間に任せるんだ。本当にいいんですか？そんなご迷惑をおかけして。気にしないで。私たちだってインク酒場が再開してあなたの美声が聞けるのを楽しみにしてるんだから。ありがとうございます。僕やってみます。ついてこいなんて言ってないよ。
しい。リズムはバッチリだ。またリズムが狂ってるぞ。ちょっと感覚をつかめたかも。おお、女神よ。よし、その感覚を忘れるなよ。その調子だ。皆さんありがとうございます。おかげでまた泉のように澄んだ歌声が出せる気がします。元気を取り戻せたみたいでよかった。だな。お前たちの公演楽しみにしてるぞ。残るはあと一箇所だね。出発しよう。ついてこいなんて言ってないよ。おいおい、シトラス、冗談はよしておくれ。本当なんです、長老。長老、手伝いに来たぞ。ほう、よい。シトラスは麻酔にうまい果物を入れ。長老、そんなに持ち上げないでください。大丈夫？はあ、すみません。お手数ですが、私の尻尾を引っ張って。尻尾と首って、もちろん空の雨と虹のような関係ですよ。なんかちょっと違うんですよね。なんかちょっと違うんですよね。ありがとうございます。本当に関係あるんだな。おお、ありがたい。これで一安心ですな。これで一丁上がりだな。ゴミか。
ついてこいなんて言ってないよ。ついてこいなんて言ってないよ。手伝いはほぼ終わったみたいだな。でも魔法の使い方とインクス、なんなら太っちょネズミの言ってた方法を、あの子のおじいさんが小屋の外から見たっていうあれ、うん、とりあえず真似してやってみたらどうだ。つまりこの森の舞台が私という踊り子に合わせた動きをして、え、そうか。でも確かにやってみん、こうやって折るんだったよね。うわー、器用だな。前に舞台の小道具さんがこういうのを作ってたんだ。面白いと思って休憩時間に習ったの。どうだ、その魔法の力とか感じたか。うわ、全然。うえ、なんでだ。話しかける。でも森の創生の女神、そうそう、森の妖精として。あなたに森の祝福を、パチサラと名乗り、どうかあの花のように。はあ、私パティサラ。うわ、私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ、このアーモンド。ピーナッツの殻。はじめましてパチサラ。はじめまして。どうかあなたがここで楽しく成長でき、成長。この森のオーラパチサラ、アーモンドおじいちゃんのところにおいで。ニーローが魔法をマスターしたんならインク酒場を開けるんじゃないか。あのアーモンド長老、何人か酒場の地下に呼んでもらえないかな。もちろん構いませんが。さっき魔法を使った瞬間、あそこに違和感を覚えて、きっとそれがインク酒場閉鎖の真の原因なんじゃないかな。なるほど、お安い御用です。パティサラもアーモンドおじいちゃんの言うことをよく聞いて。パティサラ言うこと聞く。走る。こら、お前という子は、ま、さすがニーローが作った子って言うべきか。やけに元気だな。なあ、さっきは一体どうやったんだ。あの子の幸せを祈る気持ちを言葉、すごく童話っぽい解釈だな。コロ、この森は祝福の森って言うんじゃないかな。ひひ、そういう魔法がニーローにはぴったりだと思ってたんだよな。うん、祝福を授けるとき、この森の中を流れる魔法を感じられたんだ。でもインク酒場の地下には妖精殿、ただいま戻りました。早いな。インク酒場の地下にはこの私でさえ初めて見るものがありましたぞ。透明なもの。は、え、なんで今のでわかるんだ。パイモンも童話っぽい解釈をしてみたら。そう、正しくは、ああ、そういうことか。旅人パイモン、私と一緒に。もちろんだぞ。永遠に沈まぬ夕日、陸を泳ぐ金魚、それから夜、ええー、なものばっかだな。おお、めちゃくちゃ早いな。どうやってなぞなぞじゃないだろ。Thank you.
ず祝福の小屋に戻ろう。いや、静粛に。材料は美味しいものだらけなのに、なんで最終的にはインク味になるんだろうな。今回はオイラも遠慮しておくぞ。お待たせ。確か本にはこう書いてあったはず。こうして、次はそれでできた。うわぁ、魔法ってめちゃくちゃ便利だな。この匂いは、まさ…じゃあ長老、これを地下の透明な瓶のそばに置いてきてくれる？あとは私に任せて。はい、森の妖精殿の仰せの通りに。ふぅ、いざとなるとやっぱり緊張するな。舞台の真ん中に立ってみんなの注目を浴びてる気分。うん、ありがとう。あなたたちがいてくれてよかった。行こう。森よ、私の言葉に耳を傾け、魔法の天城泉が永遠に枯れることなく。景色にぴったりだよね。それにこんな感じに開くとは思わなかった。そうでした、何もかも思い出しましたぞ。私が、この私がオルビット城の頂上でこの世界を救う勇者が予言の崖に降臨する時。今まで予言の前半を忘れてたのか。それゆえ私はあそこで待っていたのですな。予言の崖って大きな壁画があるとこか。間違いありません。あなた方は妖精殿と共に祝福の森に新たな活力を与えてくださった。えそっか、お前たちがそう言うならそうなんだろうな。どうせ、あん、今までも散々竜を倒してきたんだし、もう一匹くらいどうってことないよな。やはり予言の女神のご神託に間違いはありませんな。私も一緒に行くよ。魔法が使える森の妖精がいれば旅もかなり楽になるでしょ。勇者と魔法の妖精、協
流に冒険本当に童話の出だしみたいだな。皆さんの次の目的地は対岸のオルビット城のようですな。お城のてっぺんにある星の庭に行けばよ。ニーローさん、うん、他にも助けが必要な人がいるからね。でもそう遠くには行かないし、時間ができたらまたパチサラちゃんに。だからいい子にしてるんだよ。うん、そうする。聞き分けの良い子だ。明朝、私が先に駅に向かって生。そうだな、ずっと忙しかったから確かに疲れたぜ。おや、注文が入ったようですね。おう、バブルオレンジ味の麻酔を頼むぜ。妖精さんの踊る姿はアリシヒの創生の女神にも負けないな。またホラ吹きか。今度はお前のおじいちゃんが創生の女神の舞姿を見たとでも言うつもりかよ。だって女神様なんだぞ。なんでも。ニーローさん、パティサラも踊り勉強したい。いいよ、一番簡単なステップから教えるのでいいかな。うん、アーモンド長老も一緒にやってみる？私ですか？もう体にガタが来ておりますから。おじいちゃん、一緒にやろう。わかったわかった。